最終戦を迎えます。今日は曇り空の中、1日向かい風水面。ここまで決まり区も様々飛び出し、レースが争われております。そんな中、まもなく始まる12レースの優勝戦。1号手を手にしましたのは地元の谷村和也選手。節間では4連勝ゴールを決め、昨日の準優勝戦は堂々をし切ってのシリーズ5勝目。優勝に大手をかけました。さあ、まもなく12レース優勝戦ピット フォートレース下関の G3 マスターズリーグ第1戦ケーブルネット下関杯いよいよ優勝戦第12レースの開始ですまずは1つポイント6王手堤登のピット離れスタート展示、不更新除いてコースをうかがうような形でしたが本番は出きっての3コースとなりそう1 2, 6,、2、6、3そして外は5、4という展開にもなっていきそうですさあ人気1、号艇谷村和也です1コース 谷村全然、節目ここ下関で優勝を果たしておりますそこに続いての V さあ、今日本場には谷村和也が1号艇だから足を運んだという地元ファンもいるはずですそのファンの期待に応えたいまさに下関は地元中の地元谷村です2コースは2号艇松江秀則そしてピット離れから3コースに6号艇堤登る4コース本番、角は3号艇木、木野近義 5, コースに5号艇、鳥海誠で大外6コース4号艇、小野寺智広1号艇、谷村和也地元でこの優勝へのチャンスきっちりものにしたいという人気を背負ってのイ線スリット付近はわずかに風向かい風気味かというところで1番、2番、6番。 3番、5番、4番スタートしていきました1号艇、谷村きっちりスリットコースさあ伸ばしながら一目散の逃走体勢気づくか1号艇、谷村どうやら全く寄せつけずにすでに逃げていきます1号艇、谷村早くも焦点2番手以降ですが3号艇、木野がわずかに優勢外は2号艇、松江内から6号艇、ね、堤後方は4番、5番ですなおスタートは前提正常でした1号艇、谷村の逃げ2番手は内から6号艇、堤がやってくる待っての差しは3号艇、木野さらには差して2号艇 松江この辺りさばき合いさあ今度は内から236ですがわずかに中3号艇木野が2番手優勢かレースは2周目ただ2号艇松江も内に控えて外は6号艇堤三つどもえです2周1マーク1号艇谷村トップ2番手2号艇松江が先に回って6号艇堤が外を真っして3号艇木野ですが今度は2番手2号艇松江がわずかに優勢となったか外は6号艇堤内は3号艇木野はさあ巻き返そうかというそんな2番手です 号です2周2マークの2番手争い3号艇、木野に対して強気にここは外からかわしてこれで一気に2号艇、松江が出てきたか2番手ですそして3番手を打ち刺した6号艇、堤の1、2、6で最終周回ただ3号艇、木野とこの3艇全2艇神圏内にさあ凝縮されてというところ最終1マーク6号艇、堤が今度は内からやってくる2号艇、松江外からかわす差し歯があった3号艇、木野ですがさあ2番手争い大激戦です 1>, 1号艇、谷村は大きく抜け出して優勝は間違いないかという状況ですが2番手、外から抑えたか2号艇、松江ただ3号艇目の6号艇、堤と大接戦の2番手、3番手、1号艇、谷村和也トップ2番手は2号艇、松江3番手は6号艇の堤どうやら差したか1、2、6での決着となりそう第12レース優勝戦1着、1番、谷村和也優勝のゴールに2着、2番、松江、ゴールに3着、6番、堤、ゴールにあとは3番目の4番、小野寺そしてラスト5番、鳥海とゴールイン。